日本放送送から私新房二郎と飯田浩二がおおりりしておりますここからは今週注目のニュースを辛坊さんに解説してもらう「ズームオン」最初にズームしていくニュースこちらです佐世保高一女子殺害事事件報道は事実とと異なるとするす見解を弁護人が発表長崎佐世保市の高校1年生松尾愛和さんが同級生の少女に殺害された事件で連日のように逮捕された少女の背景動機についての報道がなされておりますが え今週の木曜日逮捕された少女の弁護士が、あ女子生徒が父親の再婚に反対だったとする報道は事実と異なるなどとする見解を文書で発表しました。そうそうあの我々の、うん、設計に基づいてちゃんと報道してくれと弁護士は言ってるわけですけれども、はい、正直なところを言うとえ<っ>何を言ってやがんでって感じだよね。<laughs> 大体あの犯罪を犯した方の弁護士が、うん、その犯罪者に聞き取ってっそれをに基づいて喋れっていう してくるのはおかしくないかその発想自体が<笑><笑>その弁護士はも,もちろんそういう権利があるし、はい、そういうのは当然だけどじゃあマスコミがそれに従わなきゃいけないかっていうと、うん、それに従う理由は何もないわけで,で今回のケースでいうと相当知能の高いー子供らしいということになると、はい、やっぱりあの。 いろんなところで見栄を張るとかいろんな防衛線を張っていくわけでいや別にあのお母さん新しく来たお母さんは好きでしたとか別にお父さんが参考し再婚したことに反対はあの全くもしませんでしたって本人が言ってるかもしれないけど本当にそうかどうかは分からないわけでそれを弁護士が聞いてきていやこんなこと言ってますからあのお父さんの再婚は関係ありませんってちゃんと報道してくれって。 本人がそう言ってますはいいけれども、はい、そう言わないといけないっていう言い方は、うん、この弁護士間違ってないかな。まあ、なんか弁護士にありがちな間違いななんだよこれ <laughs> なるほど、うん、思い込まあマスコミとしてはいろんなところのソースから客観的に書くっていうこともいろんなところのソースから客観的に書くなんだけどやっぱり少年事件だから取材できる範囲も決まってるしだ私は本当に大問題だと思うのは少年法第61条で、うんえー、本人をスイッチすることができ,できる報道してはならないって書いてるわけですよ。はい、でこれ本 本人をスイッチできる報道してはならないだからどこの誰かが分かっちゃいけないっていうことでしょうね。で、だけどなんとなく日本ではこれはあの一般的に顔と名前を報道しないっていうことに置き換えられてんだけど、はい、法律の条文はスイッチすることができない本人が誰か分かっちゃいけないよっていうふうに少年法61条は書いてるわけですよ、うん、まあこれ少年法61条自体が大問題なんだけど、はい、まあまず話の前提としてこの法律があってこの法律を守るという観点に立つと、うん、今日新聞見てたら産経新聞は自宅も まで行って、ええ、こう、あの、このすごい白亜の大豪邸みたいな。<laughs> それで佐世保の人に聞いたら、はい、もう全員知ってんだって。うん、もともと地方の名刺だとう。もう地方の名刺でお父さんが何やってて、お母さんが何やってて、ええ、どういう家族で、えー、本人がどこに住んでたか、もう名前も顔も含めて。佐世保で知らない人はいないっていうぐらい。 だったらこれほとんど意味ないんじゃないのかっていう話もありのでそもそもやっぱ少年法61条で少年について報道してはいけないって日本の法律は定めてますけどこんなもん世界ではほとんどないね。あー 昔イギリスでえやっぱり少年が幼い子どもを殺したケースは即2人の顔写真が出ましたしアメリカでも少年事件で絶対顔と名前が出るそれは民主主義社会で誰が犯人なのかは少年であろうと大人であろうと関係なくて国民に知るる権利がある私一番人生の中でびっくらぎょしてたのは1997年から98年ニューヨークに住んでる時に。 にセントラルパークで殺人事件があったんでですよで少年の黒人の子が逮捕されたのねでその少年の黒人の顔と名前がアメリカで一番クオリティーペーパーと言われるニューヨーク・タイムズにバーンと出て「あアメリカだ少年事件でも普通に顔と名前報道するんだなと」と<え>こう思ったらそのニューヨーク・タイムズに別の面にその。 少年の犯人の少年の若い三十代いくつの黒人のお母さんが十代にも満たない子供の手を引いてセントラルパークを散歩している写真がバーンって出てんだよ<ー>さ犯罪犯した本人だけじゃないんだようん、うん、そのお母さんもその弟妹の子供も含めて なんでかっていうとざっと読んでみたら、はい、それは犯罪なんで彼がそんな犯罪を犯したのか生育歴家庭環境を含めて基本的にはそれは報道する必要があるとで私マスコミ関係者に、うん、これ日本だとありえないんだけどこういうのを規制そんなものを規制する法律作ったら、はいえー、終戦憲法第一条とアメリカ合衆国修正憲法第一条っていうのがあってファーストアメンドメントって言うんですけども、うん、それに間違いなく憲法違反でそういう規制をかけるような法律は作れないと これがまあ基本的には当たり前っていうか当たり前でそのもちろんそれをしていいかどうかっていうことになると議論はあると思いますよ。あると思いますけれども日本みたいに一律全部ダメ特にあの 確かにね、えー、次にやっぱり23年刑務所に入る少年院に入るなんかそういう状況の中で、えー、もう一遍ぺん過疎性に富むっていう言い方があるんですが少年事件に関してはまだまだ発,展、はい、発達途上だから、うん、大人になったら性格も変わるし気持ちも変わるし、えーまあ、過疎性に富むつまり変わりやすいものだから、うん、10代で犯した犯罪に関しては、まあ、顔や名前を隠しておいてあげると二十歳になって健全に社会復帰できる可能性があるって。警備の犯罪に関してはは、まあ、その理屈は成り立つと思うんだけど これだけの重大な犯罪を犯したケースで、えー、それが本当に同じように当てはまるのかっていうことに関して言うとちょっと違うんじゃないのっていう感じが素朴にしますがいやあの確かに何にも隠すっってていうのはねかえってそれと今回私はね身内ながら大問題だと思ったのはしした読売新聞だけが第一報から被害者の少女の名前を顔も隠してん 匿名にしてんの 他は全メディア、はい、初日は全部名前を出しました、はい、ええー、なんていう子だっけな亡くなられた方が亡くなられた,れた松尾愛和さん松尾愛和さんですか、はい、私もね確かにね、えー、今週一週間このニュースローカルでやりましたけども、えー、この亡くなられた方殺害された女の子の名前はあえて言ってませんえー、別にそこを強調する必要もないし、うん、えー、そこが今回は論点ではないし二人の間にトラブルがあったというようなこともないわけで,で、ね、これは一方的に何も関係ない何のうちでもないことが巻き込まれたケース でまあ、そんなに名前を強調することはないだろうっていう思いから私は今回一度も今週自分のやってるニュースで名前を口にしなかったんだけど、ええ、名前をそうやって気使って口,を口にしないということと一切報道しないっていうのは次元の違う話だから読売新聞は報道機関としてこの被害者の名前を報道することを放棄したわけで,、はい、えでその理由に関して初日の月曜日は何も書かずにただ匿名にして2日目に、はい。 2日目にわざわざお断りを出してきていやその遺族の感情に配慮して,てだけどじゃ。 遺族の感情に配慮して今回のケースを匿名にするんなら今後同士の事件は全部被害者匿名にするのかと、はいね、か特にこの少年事件になると加害者もどこの誰かわからない、えー、被害者もどこの誰かわからない、うん、どこの誰かわからない人間がどこの誰かわからない人間を殺したってそれニュースかと、うん、そのニュースの受け手の側がそれがニュースかどうか本当にあったことなのか検証しようと思っても検証のしようがない。はい ねこれまあ、読売新聞はいやうちは読売新聞だから嘘はつかないから書いてあることは両方匿名だけど本当だから信用しろっていうものすごい存在な感じがするメディアって出した情報が本当にそれが真実かというのは受け手の側が検証しようと誰もそんなにいちいち検証なんかしないけどでも、うん、検証しようと思った時検証できるということが大切なわけで、はい、それができななないいようなものをニュースとは言わない今回これ被害者の,の名前を第一報から読売新聞が匿名にしたんだけど。はい これを何で読売新聞の社会,面が社会部が今まで読売新聞こんなことしなかったんだよ。うんうん、朝日新聞毎日新聞は間違った人権感覚に基づいて似たような方かつていっぱいやらかしたんだよ。 その殺された側の少女の顔写真を、はい、え載せてきました 2>、はい、で、えー、2日目に朝日新聞は2日目の朝刊にやはりあのだから毎日新聞だけ早かったんです早かったですねで2日目に朝日新聞はそう考えるともしかすると読売新聞は被害者の顔写真を撮れなかったんで特報帳を隠すために匿名にしたんじゃないのかっていう見方もできるぐらいあの異常な行為だと思う これやっぱりねちょっとマスコミとしては許しがたいと、ええ、私の感覚からするとそれはないんじゃないっていう、うんあのー、マスコミ特にこ新聞っていうのは歴史を編むという一つう仕事があるんだっていうような指摘するんですいやいやいやだからか後から検証されてこれどうだったんだろうって調べるってそことでしょ <laughs> そうなんでその時に何もできないってなると責任を持って特にこれ少年事件だから被害者も加害者も匿名でどこの誰か分かりませんってそんなものはニュースって言わないんだよってただの噂わさ話でこういう いうのは本当にネット上で例えば全然違った人間が加害者や被害者としてよく少年事件で問題なのは、はい、加害者が報道されないもんだから違う顔写真が公開されたり<っ>違う名前違う家族がやり玉に上がってっていうこれデビー夫人で問題になっったたことあったよねはいありました、ね、これは自殺のケースだけれども、えー、そういうことが起こりるだからニュースの根幹はどこの誰なんだっていうところをもういっぺんマスコミとしては、うん、あの地に足つけて考えないとこういういや遺族の感情に配慮してと。 それは確かに一般の人に世論調査すれば大半の人がいや別にそんなもんいちいち報道する人必要ないんじゃない加害者が匿名で報道されないのに被害者の顔だけ晒されるのはおかしいって普通の人は言うよ9割10割の人の,人の中で9割は多分そういう感情だと思うそれはわかるそれはわかる世論調査したらそんなもん報道しなくていいんじゃないのっていう人が圧倒的だよ。それれはだってて被害者が顔が晒されて加害者者ががが顔晒晒ささ加ないのはおかしい だろうっていののはは、うん、的にはものすごくわかる、ね、だけどそれにメディアが乗っかってどうすると、うん、批判されてでも書くのが仕事だろうと、うん、何考えてるって俺が社長なら <laughs>、はい、俺読めるシムズ社長じゃないけど <laughs> 俺が社長ならこの判断をしたデスクはもう不適格でクビにするね。あー それぐらいのこととなんだと、えー、その後、実は今週ですねこの被害者の女の子の名前を実名にするか匿名にするかで各紙ずっと追いかけて見てたらですね、はいえー、火曜日の朝に朝日新聞が女の子の顔写真を、えー、載せて実名で伝えたのが最後で、うんえー、その日の夜から。 え朝日は匿名に切り替えてますねで<ー>匿名に切り替えたっていうかですね、うん、まあスポーツ新聞ともそれからさみだれ式にだんだん名前出さなくなっていったんだけどだんだん記事が小さくなって、はい、記事自体がべた記事になった時に一時両方の名前出さなくてもっていうのとそれから私が今週1週間あえて別に被害者の名前を口にしなかったと同じように何回も繰り返さなかったって最初に報道してるんだからそれに私のやってるニュースの場合は本気部分でアナウンサーが読む原稿のところでちゃんと名前を言ってるわけで私がそんなことを連呼する必要もないだろうっていうことで。 私は一回も名前を口にしなかったで。で、はい、ある種新聞も。 えー、読売新聞以外は、まあ、何回も言うことでもないだろうっていうんでだんだんこう名前を実名出さなくなっていったんだけど別に匿名にすると宣言してないわけで、はいうん、今後刑事処分の節目節目目があります、はい、で今回、まあ、まず精神鑑定に入って、えー、家庭裁判所がどうするかで家庭裁判所は逆走って言ってもう刑事処分にすべきだって言ったらもういっぺん検察官に送り返されてそれから普通の裁判に入っていきますけど、はい、そうなると起訴であるとか、えー、判決であるとかっていう時には、うん、事実関係としてもう 一編実名で書いてくるるででしょうね、はい、実現会を確定するためにで、ね、でも読売新聞は匿名にするって一番最初に宣言しちゃってますからそういう節目節目のところでもずっと今後匿名って<ー>じゃあ同じような同志の事件の時にあんたのところずっと匿名にするつもりっていう、うん、じゃあ被害者の感情に配慮するって遺族の感情に配慮するっていうのはど線引きどこにするのっていうそれよりマスコミとして大切なことがあるんじゃないのって、はい、それで言うとね これはある意味、そんなにあるケースではないと思うんですが、うん、広島県で木下愛理ちゃんっていう7歳の女の子が性的暴行の末殺されたことがあった、はい、でこの時にマスコミはすぐにですね性的暴行の事実が明らかになった段階で全部被害者の名前を匿名にしたんですね、うん、性的暴行だから。はい、そしたら木下愛理ちゃんのご両親が、うん うちの子は広島の小学1年生ではありませんと木下愛理という名前を持った人間なんです匿名にしないでください、うん、しっかり何があったか性的暴行の事実も含めて実名で顔も写真を使ってちゃんと報道してほしいと、うん、えマスコミに申し入れをしてそれ以来 今この件に関しては全部実名報道になっていて、まあ、あの遺族ご遺族の感情としては特別なケースかもしれないけれどもただその少年 A 少年 B で何でもかんでも済ますというのはあまりにマスコミとして安易ではないのかという感じは私はしますね。うんはい、それとね性的暴行っていう事件に関して言うとマスコミがこれ基本的に報道しないから非常に大きな弊害ができてるのは。えー、あの 例えばある場所で強姦事件が実は相次いでると、ええ、ものすごい頻発してる。うん、だけど報道されないわけですよ。その事実がに事件があったということ自体が報道されないもんだから。 あのみんなが無防備になって同じ場所で集中して性的暴行事件が発生するということが実は過去いっぱいあるんです今ちょうど新潟,今回新潟のケースなんかも典型で、ね、あの6人の若い女の子が襲われて3人性的暴行を受けて3人殺されてるんじゃないかとまだ確定してませんけれど、はいうん、そうすると短期間の間に6人が襲われてるわけですよそれも半径1 0ロの間だよ、うん、そして1件2件続いた状況の中でここで性的暴行事件が頻発してますと気をつけましょうねって言ったら3つ目以降起きてない っっていいいううケケーーススは過去同じようなケースがいっぱいあるところが殺人事件にまでならないと警察は発表しないしマスコミも報道しないと。いで日本で唯一、えー、性的暴行事件がすぐにニュースとして第2ニュースで報道されるケースが1つだけあるんですけど、はあ、知ってますえー、なんんすかかそれわ これ,だけどねこれおかしいなと思うのは何でこれ暴行事件強姦事件について報道しないかというと被害者の人権を守るためって言うじゃないだったら全部あの報道しなきゃそう,そうじゃなきゃついつも合わないでしょでも1つだけ 必ず報報道道さされれるるる大々的に報道されるのがあるだけどそれ被害者の人権を守るためっていうんだったらどうしてそれだけ報道するのっていう話にならない、ええ、飯田君正解何アメリカ兵が暴行した場合だ米兵が行った性的暴行事件だけはその瞬間にそれこそあの電車の中でお尻触ったぐらいでも大々的に報道されるんだけど、はい、日本人がやって日本国内で起きてる他の強姦事件に関しては警察発表もなきゃ報道もされない。そ、うん、そこでうういう事件が頻発してるという ことを市民も誰も誰知らない、はい、だから警戒もできない連続して起きるっていうことが、うん ここ何年かだけで何回あった。これマスコミの責任を放棄じゃないか。うんえー、で被害者の人権守るため報道しませんっつんだったらどうしてアメリカ兵がやった時だけ大々的に報道するんだ。うんうん、おかしくないかこの国のマスコミは、うん。おかしいですよね。それはもう完全にイメージ操作でアメリカ兵は悪いもんだっていうのをドーンと作り出すっていう。だからまあその新聞それをやる新聞にとってはいやそれはあの被害者の人権を守るよりもアメリカ兵がこんなに悪いことをしてるって国内で報道することに報,報道の意義があるんだっていう。うそれはまあ。あ まあ主張としてはね主張としてはそうなんだろうけど、はい、だからものすごいダブルスタンダードなんですよ。でそのいわゆるその変な意味で人権を守るっていうことがマス,コミマスコミを支配することによってどれだけやっぱ市民生活に影響が出てるのかやっぱ民主主義社会であの本当の意味の国民の知る権利ということがどのくらい脅かされててそれがどのくらい悪い結果をもたらしてるのか今の柴田で起きていること新潟で起きていることってのは一つ非常に象徴的だという気がしますね私は。 Bye.